労働教養とは、かつて、中華人民共和国国内にある、各地方政府の労働共和管理委員会が、社会秩序を乱したなどの理由で裁判抜きで人民を、交流できた制度。人権侵害の象徴と言われた中華人民共和国公安部の重要な治安措置とされる。2013年11月に、憲法違反として廃止された。前日の通り、 各地方政府の労働共用管理委員会が社会秩序を乱したなどの理由で人民を交流できる制度であるが裁判はなく理由が曖昧で恣意的解釈の余地が大きいため政府に文句を言う人民は誰でも交流できる制度であると言われる交流期間は3年以下であるがさらに1年間の延長が認められるために実際は4年間まで可能であるまた 釈放後に再度収容することにより、永遠に収容が可能とも言われる。決定に不服ならば、行政訴訟を起こすこともできるが、労働教養管理委員会は事実上は中華人民共和国公安部が運営をしているために、弁護士との面会が認められなかったり、また、中華人民共和国公安部と裁判所を管轄する中国共産党の担当部門は、同じ部署のために、 身内の決定を覆すような判断は皆無と言われる。中国政府の発表では全国に約350カ所あり、収容者は約16万人と言われる。中国国内でも労働共用制度は憲法違反であると指摘されていた。2013年11月に開催された第18期、中央委員会第3回総会において、この制度の廃止が決まった。 労働改造博物館を訪れるガライラマ14世、交流先は労働改造所とも言われ、時事英語としても通る名前らうがいとなり、2005年には、米議会で中国の強制労働と題する公聴会まで開かれ、約1000カ所の監獄があり、無償で働かされ、その生産物は日本や米国に輸出し、中国は利益を上げていると発表された。この問題に取り組む、 人権活動家によれば300万人以上が強制収容されているとし、その状況を訴えるために2008年、ワシントン DC に中国の強制労働問題をテーマにした労働改造博物館をオープンさせている。強制労働中国の強制労働も参照労働改造所の地図、労働改造所も参照国的、強敵定国員、強的。 三つる帝国院、うっすむせえ、数おさむすかた、祖先一部教的通知、協業法全国人民代表大会常移、会う金属的定定全国人民、代表大会常移会、うきみん、表彰的定、定、協会独工作定、う一補佐後継っぱなし、解除、強人則、おさむは社会保障工作的、う在福形人中天広司法教育年活、 適正法案、ありがとうございます。